セラピストのための解剖学生理学講座ナビゲーターの伊沢です。では最初、こちらの体の辞典の38ページ、頭蓋骨の仕組みからお話ししていきたいと思います。頭蓋骨って頭蓋骨ですね。頭蓋骨の、解剖学用語が頭蓋骨です。頭蓋骨っていうのは、多くの骨がこうガシッと噛み合わさって、頭とか脳とか、感覚器を守っているものです。そういう働きをしているのが、頭蓋骨です。15種類23個の骨でできています。その中でも、いっぱいありますので、名前としてせめて覚えておいた方がいいなと思うのが、前頭骨とか、頭頂骨、それから側頭骨、後頭骨、あとは胸骨とか、ほっぺたの骨ですね、尾骨、あと下顎骨とか、上顎骨、あとはそうですね、場所としてよく僕ら押すところですけれども、この後頭骨のところにガクッとこう落ち込んでるというか、段差になっているところがあります。僕らは上行線って呼んだりするんですが、外後頭隆起なんていうふうにも言います。で、例えば頭頂骨とか、前頭骨とか後頭骨とかってこう縫合してるんですね。ガシッと組み合わさって、赤ちゃんの子供の頃とか、結構完全に縫合するまで時間がかかるんですけれども、特に赤ちゃんの頃なんかは、この頭のあたり、大仙門とか小仙門っていって、へこむところがあります。そこは全然骨がない部分だったりしますね。あと、やっぱり頭蓋骨といったら脳を守るものという理解でいいんじゃないかと思います。最初は短かったですが、こんな感じで頭蓋骨の仕組み、お話を終えたいと思います。セラピストのための